はい、皆さんどうもこんにちは、サトルと申します。今回紹介していきたいフグナチップはダイブ版。前方に大波を起こして攻撃、威力は130 EX で150、そして SP になるとなんと270という効果力を誇ります。しかも射程は縦3マス横2マスとかなりの広範囲。あれ、これ強くないか。さらに水属性なので火属性に対して2倍ダメージが取れます。環境に多いチャージクロスやファイアボディの弱点をつけるぞ。これは絶対強いやろ。さあみんなもダイブマンを使ってランクマの実へダイブだ。だがその見込みはあまりに甘い。まず水属性を代表するナブチップにアクアマンがいます。ジエリアの左2列で使用した場合は上下に広がり3ヒットするアクアストリームを放ち、それよりも右前列で使用すると2マス前に着弾して1マス後ろを誘爆するアクアホースで攻撃を行う。アクアストリームの方が強いので基本ジエリアの後方で使うことになりますね。ん？待てよ、威力が120ということは最大火力は360。あれ、ダイブマン負けてんじゃん。しかも当てやすさもアクアマンの方が上ですね。ダイブマンがアクアマンに勝っている点とは。しかもダイブマン、波の発生位置に穴パネルや障害物があると大波が飛び出てしまいます。これにはネタチップ愛好家の私でもおいおいと言わざるを得ません。ではダイブマンに救いはないのか。ところでダイブマンのコードって何でしたっけ。 D といえばそれ別の D や。そう、コード D にはジャンゴやクロスディバイドといった強力なチップが多数存在します。彼らという強力な仲間と力を合わせることでダイブマンの真の力が発揮されるのではないでしょうか。ということで、ジャンゴとダイブマンを組ませた D 軸フォルダ近日公開いたします。乞うご期待ということで次回に続く。じゃあね。